はい、こんにちはということで、いや昨日師匠がねご飯いっぱい作ってくれたんで、おかげさまでひもじくならず楽しい夕飯を食べてます。昼間はね、昼で師匠が作ってくれたの、会議が作ってくれた鍋いただいて、まだ鍋あるんで鍋ちょこちょこ抱きながら、抱くっていう、福岡多分鍋抱くっていうんですよね。だから2、3日鍋食べれるんで、寒かったらちょっと、寒かったら小寒だったらちょっと食べて、いい温めて野菜入れたりとかしつつ、味変しつつ育てていくみたいな、なんか不思議な感覚なんですけど、僕あの一応こう見えてお坊さんなんで、あの毎日お線香炊くんですよ。でお線香を炊くときにもうここにお線香入れるんで、あのだなって灰皿、今まではモバイルのミニの灰皿使ってたんですけど、もうじゃあ全部いろいろよくないって、ご飯食べれるしお線香炊けるし、なんだったらおごま炊けるしみたいな、でご祈祷できるし、奥の方にあるじゃん、パーソン1でしか作ってない甘味、もう一石何鳥にもなるんで超便利アイテム、ゴミ減るし、だから次の家にもこれ持ってくつもりというか、次の家に持ってったらまたいろり欲しくなるから、またいろり買うっていう、まあ、いろりはどこの家に多分あるんですか。僕多分ご飯食べるとき一人でいろいろ、一人でなんか誰かでいても多分いろいろは僕頑張るけど、いろいろはできる。で毎日のようにやってるから、なんかすごい上手くなるじゃん、ずっとやってると。っていうところで、箸をね、買わなきゃ、竹箸でいいかなみたいな。竹箸も使ったらね、使い終わったらポイってやっとけば、明日の火種になるんで、火つけるときに。結構ね、炭をちゃんとここまでかっつりいくの結構大変なんだよね。よし、煙減った。そうだから、ゴミ燃やすときは一酸化炭素強くならないようにがっつり、あの全部窓開けるの意外と寒いけど、まあオイルヒーター隣に置いてるんで、まあ、言うてですよ。でですね、窓全開全部閉めるとかじゃなくて、うちなんかちょっと古い作りなのでリノベってるから、あのなんていうんですかね、まあ窓全部閉めるから開くとこあるんで意外と。鮭とかもスーパーで買ってて、鮭がめちゃくちゃうまいし、なんかそのご飯もすごく2、3倍楽しくなる。居酒屋とか他外食べ行くと大きいもん、他の人の話とかで、うちの仕事的になるなんていうんですかね、あまり大きらに言えないというか、そのローンチかけていったりとか、その今後仕掛けていくの、あーうまそう、デラうまそうじゃない、わかる。ほら、ひろしさんとかあのソロで、何でしたっけ、ソロのソロキャンプとか流行ってるじゃないですか。流行ってたのかな、わかんないけど、これとかはあのあれですよ、 IH コンロの網で、そこまでにそうだから、なんだろう、高さ足りなかったから炭バババババって言って、厚いでもじゃあもう炭炊くためにはじゃあこうね、あのアマゾンさんで全部買ってるんで、アマゾンさんの暖房バーって切って、届いたやつバーって入れて、その炭をこの状態にしてあげるみたいな。ここまでしないとちょっとね焼けないんで、手間っちゃ手間だけど、でもむちゃくちゃうまいんですよ。絶対うまいんですよ、これ。いただきます。まあ、さっきもちょっと、抱いたって言ったらあれだけど、あの鍋食べてたんで、ちょこっと食べつつ、お腹を膨らみつつ、いただきます。スーパーで買った、お惣菜の鮭が、あ、これはあの、残ってた、あの、なんだっけ、スーパーで買った、あの、なんか、野菜。これ好きなんですよね。で、あとマヨネーズかけて、ちょっとなんだっけ、あの牛角さんでしたっけ、牛角さんじゃない、ジョジョエンサラダでした、ドレッシングかけて、すいません、もごもごしながら、あと黒胡椒ちょっと振ってみた、胡椒の玉ちょっと入れてみたらいい感じになったんですけど、灰がだから前回まで上に上がってきたら庭に撒いて、あの植物の栄養分が循環構造が出来上がってるんですげえ楽、無理してないというか、割り箸とかもゴミになるんじゃなくて燃やして炭になって、で結局あのパワーストーン、まあその観葉植物いるじゃないですか、そういう栄養になるんで、無駄には一個無駄にはなんないかな。だからビニールとか有害物質出るやつだけは絶対いかないけど、トレーナーの段ボールは火起こしに使えるんで、火起こしっても僕別になんかちゃっかもんです。これつけてるんで、ちょっとこれやって。ビッチつけて。
みんなしめんどくさいからね。一時期これスケルトンから作ったんで、うちもう全部僕はどこに何があるか分かってるんで、作って自分で作ってるから。それでうまくもうまで、ご飯食べながら動画撮れるしね、ついでに黒糖、ついでにって言ってあれだけど、黒糖もついでにずっとできるし、で、肺めちゃめちゃ飛ぶんで、これだけは、あの、明日朝、なんか、朝毎日掃除してるんで、まあ、何かしら、誰かしらいらっしゃることが多いので、ってなって、うん、なんか一石何鳥にもらうじゃないですか。僕、だから一石一鳥じゃなくて、一石二鳥、三鳥、四鳥、五鳥ぐらいで、物事を結成するんで、オイルヒーターとかって抱いてますから、ちょっと寒いなと思って。やけどしないようにちゃんとトレーナーでこんな感じでトレーナーをこうして抱く。そうするとね、あの暖かいし、うん、癒されますよ。まあ、家の中でバーベキューしてる友達がいるけど気持ち分かったわって。彼はねベランダの方に、あの葉山くんがベランダの方にちょっといるの。彼はお金持ちなんだよ、僕と違って。僕も初期投資だけ溶けて、あとはもうその辺で売ってるあのスーパーとか金アップで売ってるもの食べるみたいな。やべやべ、うわーうまそう、出るうまそうじゃない、出会って言っちゃったけど、なんか名古屋の人の、名古屋、暑いけど、なんか家だ、バーベキュー結構好きなんですよ。そう、で次の日は結構でかいんで、うん、この家だいぶ埋まってきたなーって思った。なんか次の日は、あーとか、まあ、そんなめっちゃじゃないけど、骨がすげえいい感じになったなって思う。絶対ない。ケンタッキーとか好きですけどね、実は別にそういうのも好きですけど、ジャンプフードも。一斉に立った時に、なんか、あらまあ、ウーとか、パンパンチューとか、ウーとか、ウーとか、バーベキューちょっと食べたくて、そうだ、めっちゃバーベキューを食おうかなって感じで、立った時に何しようかなって思うのは、畑さんと一緒にさ、まあ、離婚してるぐらいの。バンとけるし、これちなみにあの IH のあれで、あいや無駄はないですよ。全摘思考って言って、あの何ですか、お坊さんって、まあ、僕はお坊さんなんですよ、真言宗公園派で。そうだ、なんでなの、うちのお師匠とかもなんでなんでっていう、なんでそれやるのみたいな、あ思ってた。そう、ヒロシさんでしたっけ、確かソロキャンやってる方いっぱいいるじゃないですか。いいなぁと思いながら、ね、うん、うん、これこのポイってできるのがいいよね。なんかこれ、ヒカキボーティーな、僕これとフォークとスプーンがあれば大体仕事できるんだ。あ、骨までいけるかもしれない、これデラうまい、もうね、よだれが出てくるの、うますぎて、あ、うめぇ。全然普通にあれですよ、スーパーのあのお惣菜の鮭ですよ。これが IH から炊くとあんま美味しくないですよ。で、しょうがないからオーブンレンジで炊くと、うちの場合ブレーカー落ちるんですよ。あの全部でやると、だからフルでやるとブレーカー落ちるんで、ハーフでやるとか、こういう風に使えるのいいよね。そうだから、なんかこれだと、うちのお師匠さんとかはなんかちゃんともっと雰囲気で使うらしいんですけど、それよく分かんなくて、あ、そういうのあるんだ。あ、もちろんそれこう刺してその上で焼くとかしてるんですけど、
うち言うてもうあの肥料になるんで、うまっ。いや、このパッケージしてればどの国行ったりできる、より持っていけるんだなとか、コンテナで送るんで、車の中に積むけへんけど、もう大丈夫かな、一酸化炭素中毒にならないかな、煙出ないし大丈夫なんだけど、ある程度まで死ぬんだけど、絞ったり全身はほぼうちはないっすね。よほどのことがないから、要はその外に漏れちゃいけない話、仕事的なそういうのはまあやります、まあ閉めますけど、それ以外は基本的にはなんかそのどうしてもね、他にネタバレしてパクられてもなーみたいなのもあったり、うちのお師匠さんと僕はまあ、ね、お互い二人ともクリエイティブなんで、昨日とかお師匠さんどんだけのスピードで飯が上がってくるんだけど、普通1、2品ぐらいじゃないですか、男が作っても。別にそれ悪くないですよ、お惣菜とかも。お師匠さんすげえこだわりがあるんで、すごいのがお皿に全部ボワッて、じゃあ僕、うちのお皿足んなくなるって初めてだったんで、僕シングルで。適当に僕らこんな感じ食ってるんで、もう一つの皿でいけるじゃないですか、まあ、宅発坊主みたいな感じなんで。そうだから、お師匠フルで使ってくれたら嬉しくて、足んないっすよね、足んないなみたいな。買っとこうと。いや、その、こんな感じで、あとはその、僕はこっちやれるんで、まあ、その、炭炊きながら、その、お師匠さんだったら料理の下準備して、で、あの、お肉置いてってくださったんで、これからちょっとお肉食べたいと思います。そう、ヒロシさんでしたけど、僕あんま人の動画見ないんですけど、でも日本全国ヒロシといえど、あの、いろりで毎日、毎日じゃないけど、前まあ、でもいろりほぼ、いろりに関しては、いるときほぼ毎日使うんで、だって、あの、お線香を炊いてスタートするんで朝で、そのままご飯食べて、食べるときは、食べないときは食べないで、そのまま掃除入っちゃうんで、もう スタートゴーみたいな感じで、気になったときにまたお線香炊いてみたいな、うん、で基本僕持ってるのキャンプ用品だし、なんでって言ったら、僕もともとアドレスホッパーって言って、なんかそのミニマリストから家を捨てる変なやつみたいないるじゃないですか、があの2020年1月27日からずっとやってたんで、そんな感じですかね。だから植物も好きだしパワーストーンも好きだけど、それやってるとね、置く場所ないとちょっと作品作りできないんでっていうところで、こういうティッシュとかも火種にできるんで、あの蓋付きのちっちゃいゴミ箱に入れて、だからゴミが死ぬほど減るのが嬉しいかなとか、死ぬほどってちょっと言い方あるんですけど、すごく減る。だから窓ちゃんと全部開けて、あの一酸化炭素中毒にならないようにやってあげて、だから IH のこの子とかもね、 IH でやるとあんま美味しくないんですよ、鮭とか同じように食べてももったいないじゃないですか。だったらちょっと一手間二手間かけながら遊べるじゃないですか。キビがあって、キビって要は変化、うちってだからその物が常に入れ替わってるというか、その何ですかね、買い増していくしかないんで、ほとんどスーツケース、あのあそこに写ってるスーツケースのよりもっとちっちゃい嫌い持ち込みのスーツケースをリュックで暮らしてたんで、でもなんか変態ですよね。それに比べるとお師匠さんは逆で俺1年間1枚も洗わなくても T シャツ着続けられて、どこですかって400枚ぐらいあるって言って俺でハンガー足んないって言って、うちハンガー超余ってるんであげましょうかって思いながら最近見てるんで、そう気づいてた。僕も僕で、そっか、家あるってことはそういう遊び方できるのかと思ったので、ちょっと気になるのを買って、買いながらちょっと買い増していきたいと思います。はい、ということで、ぜひ楽しみにしてくださいと思いながら、ちょっとなんかどこまでいけるかやってみますみたいな。僕もやっとね、昨日お師匠さんが下準備してってくれたんで、あれちょっとなんか灰ちょっと入っちゃったので、上にあのご祈祷の置いたんですけど、ちょっとお師匠そこ座ってて、だから灰、まあ今日ね一回掃除してるんで、僕基本的におはようございますしてからもう掃除スタートなんですね。歯磨きながら掃除して、でなんかいろいろとやってる仕事の打ち合わせとか連絡しつつ、まあ飯食いつつみたいな、クリエイター楽しいっすよ。あ、頭ひねれてマネライズ方法分かれば今ちょっとご飯がこれうまいっすよね、この何でしたか、貝割れみたいな、うん、なんならちょっと市場行きたいから電動アシスト付き自転車買おうかなと思うぐらい、うん、前行ったエリアが
あの明太子が超うまくてそこがでさこの周りで食べてもうんって感じで肉とかもちょっと正直言うとなんかそのなんだろう居酒屋さんとかそのご飯屋さんやられてる方が買いに来る市場みたいなのがありましてそこでよく買ってたんですけど家の近くでとかそこがデラうまいんですよで安いしでまあ前ねそのスマスティーからやったら住吉さんにご挨拶できるし今ケゴさんのエリアなんでケゴさんに貸していただきますけど歩くとちょっとねってねまああったりするんで、まあ、自転車買おうかなみたいなだいぶ馴染んできましたねっていうことで昨日ねお城を踏むのがちょっとこっち全部埋めてたんで仕事だったからこのパコってはめれるんですよパコってはめれるのもいいよねこれマジ便利なんでちょっとお皿洗うついでに鮭がちょっと浸っちゃったんでああ鮭いっちゃったいいやどうせ僕あのうちのあの肥料になるんでどうせ炭の中だからなんか腐ることはないから燃えていくだけなんで使ってるんですよあとはおいしいありがたいことで前の方があのフルリノベーションしてるんで食べながらできるまあ、居酒屋でなんか誰かとかね、なんか混ぜるじゃないですか。ということで、また大体やってます。で、また明日、明日、目標に至るあるもん全部活かしていくという感じなんで、美味しくいただきます。あと最近ちょっと仕事で習字というか、筆ペンで書かなきゃいけないことが増えたので、あとね、まあ、慣れてるとか考えてないですよ、でもなんか自然と行動みたいな感じなんで、トイレ行ってどうやってね、空気とか、どうやったら、ね、怒られてるとか、言うてでも、お釈迦様って、人間のことをお食事中の方に書いてくださいね、ほら、文法を言うなら、手袋を書くとか。だいぶぶち切れてるんですよ。なんだったら結婚して子供ができてラーフラってつけてるんで修行の邪魔者って言ってるんですよ。あ、結構この人似てんなと思って。俺もだって自分の人生歩みたいタイプなんで、うちはまああのうちの帰ってくるのは海外女性なんで。あ、コーラ2つ持ってきちゃった。どっち左にかそうですね。なんでまあ家バーベキューですよ。葉山くんとかはねもういいとこ住んでるんで、いいガールです。呼べないのかもしれないけど、自分でおっしゃってたんですけど、でもなんか居酒屋では絶対食えないようなのが出てきたりとかするんですよね。そう、あの生体の先生にもらったやつをちゃんと食べようと。これで全部イカは終わりです。なんかこうやって、もったいないんじゃないですか、せっかくいただいたものだとね、あのイカもだって生きてるものなんで、そういう時にちゃんと食べてあげるのがやっぱ仏道なんじゃないかなと思いながらこうやって動画撮ってます。こういう日になったら作ったりしますね。あ、みんなやっちゃダメですよ。ダメですよ、僕、これが抱きついてるぐらいです。まだ開けてるんです。ダメですよ。まず先生からもらった肉は、ちょっと痛みつつなんで、カレーに行こうかなとか、さあ、してカレーしようみたいな。で、なんか、次のことを考えながら、ご手のようになったのは、なんか、結構、うちの周り、ゲームに行ったので、まあ、やっぱ、下の中、なかなかに襲われたら、もういいですね、ご機嫌かもしれません。いいですね、あの黒歴史女の子が好きなんだけどな、まあいいよ、さっきやったし、こうやってで絶対しゃぶ、あー鮭死んだ
こういうのがあるからこういう時にじゃあどうしようかなって考えながら動くんですよ。ただあの外のソロツーリストはキャプテンスタッフはこれもアマゾンで買ったんですけど、こういうのでちゃんと代用してあげるんで落ちないようにっていう風になる。常に知恵を使いながら動かないとアドレスホッパーって生きていけないんで、物があんまないから物をあまり持たず移動距離が増えるっていう中で、こう選ぶだって万能じゃん。一般的には多分視聴者が言っててこういうのでこうやってパスってやってそこでやるのがいいんですけど、そうか、いや灰育てるって言われたけどそれゴミ燃やすとこじゃないよっていう。燃えるゴミでも暖房とかアマゾンの梱包の過剰梱包だったんですけど、最近過剰じゃないからちょうどいいんですよね。ちょうどモスト多分いい感じにということでね、こんな感じですかね。だからなんかこんな感じでなんか質問コーナーで答えるのでできるんであれば、まあお悩み相談ぐらいはできるんで、まあまあのど事故から育ってきましたし、そうだ僕もまあまあ行動早いんですけど、うちの師匠さんもまあまあ行動早いし、うちのあの、ね、タイのパートナーのゼシャンもめちゃめちゃ行動早いんで、ちょうどいいんですよね。みんななんかぶっ飛んでるんで、だから僕が欲しいアイテムをみんな作ってくれたりとかするから、ご飯作って帰ってきてくれたりとか、もう冷蔵庫はね今までの人生で一番満たされてる。お師匠さんでもうスーパーの買い物の袋が、彼車持ってるんでもうパンパンだったからね、すげえと思って、どうです重っみたいな。僕大体2袋とかに分けて余裕を持って帰ってくるんですけど、うん、ほんまゲーム感覚ですよ。面白いっすよマジで。めちゃくちゃうまいっす。墨入れたって7万円ぐらいするけど、このいろりいろりっていうのを発明した人マジでありがたいし、あ、鮭最後の鮭大丈夫、あ、また美味しい鮭買ってくるから。今回のスーパーで買って別に美味しくないわけじゃないっすよ、スーパーの鮭さんなんですけど、あの居酒屋さんとか店やられてる方が来るところが僕のエリアでもありまして、そこで食べた明太子は食べた。ご飯大事です。1食10で言うか、胃に関してはほぼ胃肉です。パンパンで住環境はこれ語ってるんで10は問題ない。だったら食決定できるんですよ。食食べながら、あ、なんていうんですかね、まあ、お食事いただきながら他の人はお仕事を食べてくれて、めちゃめちゃ卵、まあ、卵とか卵あったんだって、ご飯炊き出したら終わりですよ。ああ、坊さんだね。坊さんってやっぱね修行なんで、ご飯くらいはちゃんと向き合いたいなって、ご飯だけ向き合ってしゃあないんで、ちゃんと、あ、バターあるからバターやっちゃおうかなってなるわけですよ。これとかでカレーあるから炒んでるから炒めようかなーって思って、冷凍庫とかもあるから、あと塩麹やるなとか、チューバーになるとか、うちストック禁止なんで、元々超ストック禁止で、引き付かないとストックするとまた運気下がるんで、ストックって何ですかって言ったら、もう貧乏だから、貧乏だったら貧乏暮らしだったからの残りとかあるんですけど、でも、いつでもアマゾンで買えるじゃないですか、必要なんですよ。本当に使ったらコンビニでもスーパーでもいいわけだからなって思うんですけど、そんな中、ストックする必要ないやって。うち一番申し訳ないのが、うち来ると別にこれ使ってもいいんですけど、服が擦り臭くなるんで、あのね、ゆるキャンってあるじゃないですか、ゆるキャン、ゆるキャン家の中でやってるようなもんなんですよ。だからポンチョみたいに、あの、そのなんか服に穴が開いたりとかないけど、すっげえ擦り臭くなるんで、それだけがちょっと申し訳ない。だから僕出かける前絶対あの風呂入るんで、炭臭いのがなくて、なんでってなんじゃないですか。で、オイルヒーターにタオルかけてタオル乾かすとか、ずっと循環なんですよ。僕も歩き回ってるし、仕事してるし、電話して打ち合わせして、あ、ランクル300やっぱいいんだなみたいな、レクサスのランクルね200よりもっていうとか、向こうでプーケットに乗る車を探してるんで、本当はジムニーのシールでもいいんですけど、ジムニーのシールじゃちょっと太刀打ちできないので、船とか引いたりするんで、あとキッチンカーとかになると、あとコンテナとか、最終的にタンドラは1台来ると思います。コンテナ引くんで、てかコンテナ持ってきてもらうんで、うちに家に、家とか要塞、あー、うまそうでしょこれ、見たこれ
オーブンだとここまでいけないですか、オーブンレンジで。IH だと全然いかないですよ。 IH おしゃれだけど、 IH とあのなんだろう、これあの火鉢というかでね、やっぱ仲いい人とね飯つきたいじゃないですか。例えばうちだったら、まあ、プーケットだったら、まあ、セキュリティついたりするんですけど、最初そんな別に危なくはないけど、まあ、高級品とかいろいろ扱ってるんで、貿易があるからってなった時に、まあ、日本と違って安全で買うもんなんですよ、海外は。よし、できたかな。よし、これで食べるとちょっと面白くないので、ちょっと一手間加えようかなーみたいな。あ、そんなずっとだから居酒屋ではできないし、居酒屋じゃない、他でも多分あんまできないじゃないですか。これ囲炉裏持ってる人ってどれぐらいいるのかな。なんか囲炉裏持ってる人いたらコメント欲しいな、マジで。囲炉裏仲間で、こうやってこれもボロボロになったらもうアマゾンで買うんで、また買い直す。これ超使いやすい。あー、すげえ、超祈祷されてもすごくない？ほらめちゃくちゃご祈祷されてるでしょ。いや、ちょっと炭まみれなんで明日洗うんですけど、またよっしゃー、お師匠さんがやってくれた下地につけてくれた肉吸えるかな、今日こそは。昨日も食べたんですけど、めっちゃうまくて。ただ嬉しいじゃないですか、全部食い切ったんですいません、打ち合わせ方がいけませんかって言ったら、あ、マジでみたいになるじゃない。本当はね、今日からあの何ですかね、バンコク行ってプーケットに見に行く予定だったんですけど、あのちょっとお師匠さんと2人とも楽しくてね、ぶっ倒れてて、僕は飛行機逃して、お師匠さんさっきなんか眠くて仕方ない、頭回んないから、明日送るわけよ、仕事のやつ。で、暖かくなってきたんで、そいつなんか見せても構わない。今、パンツは履いてないよ、ハーパン履いてないよ、ね、本当に。これは、ないと思うんで。基本、ハーパン好きですね。ハーパンで、あの、なんですね。靴下履いてないんです。靴下はね、ちょっとここで言うのは問題があるし、ちょっとなんか靴下問題がどっかで靴下とかあるんですか。僕基本だから裸足パンパンが一番幸せ。でも風景といたらそんな感じになるんですよ、多分。多分っていうか、僕行ったことあるんですよ、20年前。立ったついでに、なんかですかね、洗ってあげるみたいな。うちの師匠さんもそうでしたけどね、料理する次の料理使うのにもう洗うしかないから、物がないから。それは物いっぱいある人って、だからうちの師匠さんで言うと T シャツ400枚ぐらいあるみたいで、365日じゃないですか。だから1回も洗わないでも1年間耐えれるって言われて、俺逆に常に洗い続けてるんで、使って洗って使って洗ってみたいな。全自動洗濯機がマジで必須なのと、食洗機がマジで必須。でも次の家ってメイドさんいたりつけれたりとかするんで、僕一人じゃ掃除できないキャパだから。ただね、ある程度ちょこちょこ歩いて気になった時になんかちょこちょこやってればいいんですけど、ほら雇用しないとやっぱ現地人の人ね、申し訳ないじゃないですか。そうだから更新料というか、そうなんです、更新料だけはやっぱ、カレーにちょっとつけてもいいんだけどね、今からカレー作りたくないから、それだけ嫌だな、僕は明日やろうみたいな。ダメないそうになったら鍋とかカレーかみたいな。とりあえず食う。でもこの感じになったのはお師匠さんのおかげですけど、昨日のお師匠さんのおかげです。いいなぁ、料理に慣れすぎるとあんな感じになるんですよ。お師匠さん自分で意識つけるのはこんな感じのクレイジーソルトとブラックペッパーとマジカルスパイスあるんで、いわゆる行こうかなぁ。家の中でバーベキューできるから、まず囲炉裏は本当におすすめ。日本の文化だし、うん、炭育てるっていうか、炭はあのなんていうんですか、お野菜とかその植物の栄養になるんで、そうだから、そう考えて無駄がないですよ、うち循環構造なんで。なんだったら、だってヨギボーの中身で遊んじゃうぐらいですからね。もうだいぶ飽きてきたんで、もう片付けようと思って。そうそうそう。絶対無印の方がやるわ。あと、これで食べたら面白くなるんで、ちょっとかじってみよう。味変。それなんで味変って言うかっていうと、どういう感じのレシピに作ろうかなとか、いろいろあるんですよ。うん、うまい。超手間かかるけど超便利。
ゴミもして、ついでに炭をこして、で、荷物ね、ゴミ減って、堆肥になってみたいな。なんかあって言ってこれ。どれがどうですか？著作権がよくわかんないんで。いや、普段なんか何でしたっけ？ヒーリングミュージックかけたの。ヒーリングミュージックは著作権引っかかんなくて。何よこのボーンズか。ボーンズが聞きたい。これ17万円ぐらいで買ったんですけど、75インチのテレビ、アマゾンで。僕の多分体のほぼはユニクロさんとアマゾンさんでできてますよ。なんだったら昔手取りで稼いだんで、あのアマゾンさんで稼がせていただいて、アマゾン、あ、バッテリー切れだ、これがあるとメイターにならないんですよ。あとはもうバッテリーを取った後から、ね、充電してあげてみた。後でやろうと思うと忘れるんで、もう今やっちゃうみたいな。後でやろうはバカ野郎って言うじゃないですか。まずそうなんですよ。マインドフルネスとこういう状態なんで、本当目の前のことみたいな。今10アーツと、あと、お一つなんですね、こんにちは。あ、ごめん。見られて困るもんないんで、見つけて。絵面的に。僕みたいにお茶見るように。このご飯、僕の目線こんななんで。でも、ほんと仕事をできてるスペースであり、あの、ご飯食べてる。でも、便利とかあるんだよ。でかいでしょって言って、70センチぐらいなんで、それで困るのもありそうです。どんだけ寄り使い作ってんの？何回目かな？あ、いた。あれ、ボーンさんこの曲じゃないんだよ、俺好き。ボーンさんちなみにこれ、あの、うちの師匠さんの内容がありました。フレディ・マーキュリー聴くかな？ライブエイド聴こう。ライブエイドのフレディ・マーキュリー聴きたい。握って喋れるよ、今出るんですよ。いや、前カチカチしてね、iPhone だったらスワイプしたいとか、なんかポチポチ押すっていうのも、声で AI で、あ、もう一発でか、ひらめたし。BGM ですよね、BGM。英語学ばないといけないんで、イングリッシュのロス行ったりとかするから。まあ、耳だけ聞けるようにしておかないと、もう英語結構欠陥あった、欠陥じゃない。それ100万あったんですよね、友達がアメリカ人で。5以上数えないのに、同じぐらいで、めちゃくちゃバカやんね。だから、なんかスポーツ選手でハリウッドスターがバーンって稼ぐけど、あのバーンって稼いで、またなんかね、あの破産するみたいな、そうそうあったりとかするんで、いつまでも入ってることだったりとか。顔とか。なんかほら、こういう撮り方してる方いらっしゃるじゃないですか、この作り。編集できればいいんですけどね、僕も編集できなくはないですよ。プレミアとアフターフェクト使えるんで、デジタル使えたら絶対入るんですよ。だいたいこんな感じです、海外で。もうちょい英語増えるぐらいで、うん、うん、まあちょっとこれ買い替え風味けど、うまい。全然なんかオーブンレンジよりも全然うまい。クレイジーソース。何が違うの？炭を捨てるって考えてはあるけど、観葉植物は育てていて、炭別にあの栄養素なんで、うまっ。あ、デラうまっ。ユアーズの効果はいいですね。ちょこちょこ買えます、味あの、あきちゃんも。バターも紅茶とか水飲んで。かっこいいっすね。これ許されないフレディーマーキルぐらいですね。書いて僕は気にたくないんですけど。ただこういうのを耳で聞きながら見てると、なんとなくわかる。なんとなく。なんとなくわかるけど、なんとなく大事なんです。だって5以上数えない人生きてるんですよ。ただ両手っていう、両利きっていうのを言われてると思うんですよ。なんていうか知ってますか？知らないです。ボースっていいんですよ、ボースって言われて。で、友達のハワイに住んでる人見たら、ボースハンス。やっぱ一緒だなって。通じればいいんですよ、格好つけなくても。
どうしても日本人でやっぱりパーフェクトを目指してるかもしれないですね。僕が親に感謝したのが Windows95 を買ってくれたこと、まあ、一番でかい人生で言えばホストペットちゃんの時代に、あと英語を活かせてくれてた小学校時代に、でもその子が好きって勘違いされたんですけど、そのおっぱいちゃんじゃなくて、僕だって告白して、まあ、日野第三小学校の校門の前で告白して、あの振られた子が、まあ、中学卒業まで好きだったし、まあ、今でも何だと会いたいんで会えるんだったら、うんうん、まあ居酒屋じゃこれはそれできないじゃないですか。隅座さんとか行ってみたいなとは思うけど、もう別に自分家に隅あるしな。人だ、お師匠さんで話してあれば好きなんですよ。そのいらん話を聞くの嫌なんですよ、人の話で。僕のチームで愚痴った瞬間は終わりなんで、愚痴言うぐらいだったら頑張れよって言われるんで、愚痴ってマジで人のせいにするようなクソ野郎でしょ。でもこれなんでできるかって言ったら、ここに住む前のつなぎの家でも家の中でさすがにいろりはないんで、うん、アウトドアのキャンプ道具でちょっとテストして、持ち運び屋でもプリウスが一番かな。安定性で言えばキャプテンスタッフだけど、ただ家の中にいろりあるからキャプテンスタッフの必要がないんですよ。で、暖かくなってきたから靴下脱いで洗濯っぽいです。洗濯してますね。選択肢だ。あのリラックス何でしたっけ？ゲームで課金するんじゃなくて、ゲームに課金されさせる側だったんで、それが人生で起きてくるんですね。こういうのもなんか燃やせるじゃないですか。あらって誰が使ったのか分かんないのに使うよりも、竹とかもね、割り箸をもらっちゃうじゃないですか。だったら割り箸をガッと持って最後捨てて、火種にして、無駄はないですね、うちで、うん、それは思います。循環工事さすがにゴミ燃やす、ゴミっていうか段ボールとか燃やす時は全部開けると寒くなったんで、こっちも楽ですね、これ、うん、リラックスパン、ノンパン超楽だ、まあ、分けてます。出かけて頑張んなきゃいけない時はマルズさんの赤パン履いて、そうじゃない時はもう大体リラックスパンツもうポケットしてるんで、ゴロゴロしたりとか、ちょっと眠くなったなと思ってゴロゴロしたりとかして、特にね、横のところのあの予備棒の白いのもやっと撤去できました。いや、考えてたんです。だから、本当畑さんの娘さんに感謝なんですけど、次にやることを考えて動いてるんで、それを撤去すると、なんか次の遊び道具用意しないといけないじゃないですか、みたいな。うん。ずっと移動してると、結局ずっと刺激があるじゃないですか。家の中ずっといると、凝り固まってくるじゃないですか。ってなると、やっぱりなんかその、いいクリエイティブができないんで、まあ、何回も言ってる、これだって鈴木敏夫さん、ジブリのが同じようなまあ色に持ってていいなみたいな、で、なんか家持った色に欲しいなみたいな、色に多分一生ものなんで、この部分にこれをそんなんていうの、鍋敷きみたいなのなくてガン置いても
大丈夫だし、別にそれがなんかそのね、ついたとしても味になるじゃないですか。なんだったらね、別にプリントしちゃったらいいわけだし、遊び方は無限大なんで。なんかモンテッソーリですよ、僕あんま詳しくは分かんないですけど、なんかその子供がバー遊んだとしてもちゃんと片付けされてればいいんじゃない。それがなんか今後のクリエイティブにつながったりするんで、網で言えば1枚でやってたのが2枚になったことによって、最初これでやってたんです。でちょっと斜めにして油が出てるので、そしたら油すくって捨てるみたいなやつなんですけど、僕はもう油ごともう増え、油っていうかもう増えてきちゃったら巻くんで、栄養分として植物、これは無駄はないですね。そんなのオーブンいけないじゃないですか、いい感じのカレーで焦げちゃうじゃないですか。まあ、でも先生すっ、データを全然買ってきてもらったんですか。買ってきてくれたんですけど、まあ、同じのね、まあね、今日からだってバンコクルーズって何やってんだったんですけど、いや、うちのパートナーなんで明日来るんじゃなかったんですよ。いや、来ないです。歯科治療って歯の治療は行かないといけないからな、あのずらしたら11人のやつぐらいです行っちゃってるけど、バンコクだってプーケットかもしくは東京かもしくは福岡か、まあまあ僕は一がいるんで、ね、もし会いたいっていうので連絡いただければ、僕の中で結構これが日常なん でこうやっててオーブンレンジ焦げるじゃないですか。こうしながらまあ、なんかいい感じになったので、やっぱ過去のって言って言い方はですね、日本ね、これ作られた方が日本人の魂ですよね。炭の作り方は俺分かんない、作らないし、山あるから作るけど山の中で作る、まあ、散歩がてら枝拾ってきて、で、あの火種の用の置いといてポンと置いといて、で、ゴミもしながら水田になんか炭を焼く。炭は多分どこでも売ってるんだよ、うん、クレーストールでうまいね。よし、これとお気に入りは今のところマジカルソーです。で、その後僕が行こうとしてるお店は、お店っていうかその、あの業者さんが買いに来るところはいろんなスパイスあるんで、だからそうなるとスパイスに目覚めるじゃないですか。カレースパイスから作り出したらだいぶ病気だと思うんですけど、そこまではしない俺は。いや、あの、なんで急いでるかっていうと、お師匠さんのお肉が食べたいからってなると、これをちょっとはけて、僕小食なんであんま食べないですよ。だから一個一個美味しく食べたい。じゃこれはちょっと置いといて、お師匠さんのお肉いただきます。さっきちょっとスニーカー食べたら食べないよね。パパパパパパって作ってるの僕見てなかったんで、なんかごめんなさい、見たんだけど超うまかったです。これ炭火で食べなくて超なかったんで、肉だからちょっと菌的な問題というか、あのバイキン的なやつの問題があるんで、一応箸変えてこっちで、この箸便利なんですよ。あの置いたためるし、キャンプ用品結構まず便利ですよ。キャンプ用品だけど結構生きてくんじゃないかみたいな。絶対うまくないわけないでしょ。だって昨日だって普通にお塩さんババってやってくれて、だからなんかご飯的ななんか当てがなくなるとバッて作る。最初にバーッ作って、え、そんな作るんだみたいな。もちろん買ってきたのもあるんですけど、その後になんかちょこちょこ味変したいとか、やっぱみんな多分同じなんですよ。そのなんか、なんですかね、もう飽きちゃうじゃないですか。その同じようになんかそのね、スーパーで、美味しいですよ、スーパーのお惣菜とかマクドナルドとかも。なんかずっと食べてると飽きてくるじゃないですか。僕の場合海外行くこと多いんで、でも日本ってすげえなと思って、食材安いし、まあ海外はちょっと僕住むっていう意味で言えば、マレーシア、クアラルンプール、台湾、台北、あとバンコク最近まで住んでたんで、全然スーパー行きますけど、そうじゃない時って別にね、あの外食でいいじゃないですか。そんな感じ。あ、落ちた。あ、落ちた。っていう。そう、ベランダまだ楽しめないんで。火入れればっていう。よいしょ。これ辛口なんで、若干バレるんで、痛んですけど、バレないですね。一番ダメなのがダメージっていうのが一番最悪じゃないですか。だったら、一気に通して食べた方がうまいじゃないですか。あと
べたいとか言ってそうかな、はい、なかったですね。今焼いてるけど、大体なんか普通に慣れてくれたんですね。そんなもんかなと思ったら食べてるな、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 車を貸すために行ってますね。うちの商社の車屋さんです。車屋行くとは見てる。やってたって車屋さんで働いてたんです。だから、ガソリンスタンドでバイクに行ってくれば、結構発生するんですけど、大きな感じで、まあ、使いたいから、これ、なんでちょっと強いのかな。なんで、僕は行きたいんですよ。だから、本当に僕、まあ、少なくとも僕はその、まあ、なんですかね、もう無駄にするとかないですね。どこまでなんか無駄にしないかみたいな、段ボールさえ燃やして、あ、焼き方がもうちょっと低くなっちゃったかな、炭、踏みよ、どうしようかな、どうしよう。っていうので、その次の行動が考えれない人っていうのはアドレスホッパー向いてないですけど、向いてないとかじゃなくてもうやるしかなくなるんですよ。あの持ち物が減ってくんで、なんとかするみたいな。でも湯煎ができるゴミ袋が超便利ですよ。あのポットで調理とかダメとか書いてあるんですが、まあダメって書いてあるのダメだけど、まあでも結局汚さないでねみたいな感じなんで、湯煎できるゴミ袋アマゾンで売ってるんですけど、そこにあの食材入れて、でポットに入れて温めるとかって、そんな中で、まあ、いろんなところで学ぶわけですよ。まあ、これ日々の学びです。それをやっていくとよしって感じで、あーやっとお師匠さんの一番受けだな、炭火で食うやつ。お師匠さんこれ作れちゃう人だから僕が食べてもイラッとしないと思うんですけど、そう昨日ちょっとあの仕事だったんで、このスペースが空いてなかったんでパコッてはまってたんで、そういう点なんか便利ですよね。はめても使えるし、開けても使えるし、だからもうチンチンで熱いけど炭が足んないというか炭が低いんで、どないしよっかなみたいな。
うまい。僕、小食だねってよく言われるんですよ。うち意図的に青のさえ増やしてて、青って食欲を減退させる色なんで、あんま食べなくても満足するんですよ。うまい。炭火はマジでうまいっすよ。炭火は。だ家でできるから、他にいなくなるし。仕事的にね、あまりなんか、オーバーシーというか、ローンチかける時の前の記憶が、の話聞かれてもしょうがないんだよ。まあ、どうしようかな。あ、いいや。もうちょい詰めばよかった。ってなると詰めばいいなんてなんで、じゃあ、ギュアスなんで、これはまあ、ワンチャンとかで使う。まあ、人はしてる。あ、灰が。灰がすごくなってますね。ボタン、下をさ。そうするのが僕たちなんで、シュートしてるね。シュート打つじゃなくて、カメラをね、この辺はちょっと、上を置いたって言われてる。メイドさんいるからって、メイドさんって手間をかけていいわけじゃないじゃん。メイドさんいなくても結構自分で動けるけど、やっぱ雇用を見出さないと貢献できないと思うと、最近は必要なんです。ワンズは買うもんなんです。よし、今から釣れるかな。今日はあれかな。サメと釣れる感じがかっこいいよね。ドリーマンこの人しか許さないと思って。最初なんかキモいおっさんだなって。すげえかっこいいじゃん。体の動きとか回りたいし、このやっぱヒーローは極和田守クレアです。わかりました。関連動画の候補を表示します。うん、やっぱこれっすね。 KJ さん、僕の高校のヒーロー、高校時代のヒーローマンス。お、焼けてきた肉。焼けてるか。いけた。おいった。あ、いけたいけたいけた。意外といけた。ちゃんと焼肉家でできる。で、うちのお師匠さんは、まあ、油の部分、油分を捨てるって言ったんですよね。あの炭がダメ、傷むとか。僕は別にあの炭ごとあのもう餌にするんで、植物の餌って言ったらあれだけど、まあ、食べるものは違うだけじゃないですか。僕たちはこういうの食べてるけど、彼らはね、お水があって、きれいなお水とパワーストーン、土なくていけるっていうのはパワーストーンで、あの地球が生み出してくれる鉱物なんで、ダイヤモンドがみたいな。なんで、まあ別に土みたいなもんじゃなくて、言うて土が凝固したもんなんだから、こういう風に育つわけです。これは僕の場合刺してますけどね。あの出張行く前にこう全部抜いてバーって水かけれるようにしてあるんで、慣れですけどね。まずファーストンだけだったらそういうの気ぃつかなくていいんですけど、やっぱ植物生きてるんで、ちょっとこの辺あれですけど。ちなみにうちのパートナーはパキスタン人なので、パキスタンとアフガニスタンの間に取れるらしいんですよ、ラピスラズベリ。ジブリでね、多分ラピスラズベリの攻略コンビネットがあったと思うんですよ。よし、せっかくだしカラオケしちゃおう。だから、ね、家の中でずっと遊んでられるから、いろいろとあのデカめのテレビ、17万ぐらいあったら、あとは20万いかないぐらい、まあ、20万、約20万としても、20万円の何の所存にしてるかあれば、カラオケもできれば映画も見れるし、でプラス、いろいろあれば7万円でしょ。なんかまあ、20万の、まあまあ、プラス、まあ、約30万円はもう、ほんとね、初期投資は高いけど、ずっと遊び続けるんだよ。お、いった、食える。よし。あとはもうね、焼肉屋じゃないけど、なんていうんだ、その自分のイヤホンつけながら喋ってますからね、変態ですね。なんとなくの勘っていう。勘ってすごいですよ。鍛えれば鍛えるほどいけるんで。だから網の場所のこういう感覚とか、もうちょい入れよう、もうちょい、なんかじんわり、あ、でも落ちると嫌なんで、こっちにしようかな。使わないのが一番もったいないじゃないですか。で、夏があったかくなってきたら外でも使えるんで、これぐらいか。うまい。もういけるかな。いや、
高温的な、でかいんだよ。あー、辛っ。辛いけど、やばいですだから、ね、恵比寿のダース買ったの。これはうまい、デラうまい。しかも、これの調味の元があったんで、俺でも作れる。開けてみる。カラオケしようとか。うん。でもなんか、みんな凝り固まってるんですよ。もっとなんかラフに遊べばいいんじゃんみたいな。僕はやっぱ坊さんなんで、なんていうんですか、坊さん食っていいのかって関係ないんですね。あの坊さん、それ社会説法ってやつ、うん。お医者さんにその診断合ってますかって。じゃあ、書いてくださいで終わりです。うちの師匠さんが下準備してくれるんで、じゃあ俺こっち育っ、こっち経験積んだ方がいいじゃないですか。サッカーで言えばあのミッドフィルダーとフォワードみたいな感じなんで、僕は、まあ、ミッドフィルダーじゃないですか、もうフォワードを待ってるんで、フォワードにじゃあもう打ち合わせしましょう。ちょっとご飯作っていただいたご飯買ってもらった食材です切れちゃいそうなんでみたいな。もやしと一緒にやったらちょうどいいぐらいか。うんうん、うまい。うまいけど僕にはちょっと辛いんで。これで多分いいと思うんですけど、ちょうどいいぐらいの多分味ぐらいですね。そういうのアレンジできるからどうか、なんで100円でバイトしてたんですか。なんとなくのなんか下調味ってあるじゃん、下の中で調味こういう風な方式みたいな。辛すぎるんだったらまあ水分入ってるもやしがあったなとか、頭の片隅残ってるんで、そしたらなんかもうびっくりできるんですよ。うーんっていう感じで、だから遊び方って無限大なんで、意地悪いはないし、人を不幸にしないじゃないですか。その使い方のいろりは良くないよって言われても、そうなんだね。うちのいろりは別に、うちのいろりなんで、なんかルール言われたくないわみたいな。いや、俺が食いたいよって言ったらいいじゃないっていう。それで物を買うのは最終ケース、僕の物を買わないといけない。設備投資しなきゃいけないのは僕なんか最終形。なるべく物を増やさないんで、なるべく知恵を使ってから物を増やすっていう。物増やしだと切りないんですよ。管理しなきゃいけなくなるんで、物増えてくると。
管理に時間かかるしお金もかかるじゃないですか、めんどくさみたいな。だったらそのクルーザー乗りたいだったら、僕湘南美容の相川さんのクルーザー乗せてもらったことあるんで、あれは運転できない、操船できない、でかすぎて。あの人は何台も持ってるからね、自分で操船するのとみんなで遊び行くやつと160ってこと。そう、これ便利、アマゾン。でも使いすぎて1週間くらいでこうなるんで、いや、いいんです、使わないよりはいいんだけど、消耗が激しい、使いすぎて。あ、また霧が出る、あの風が入ってきたんで、予期防が流れるから、そうなんですよ、風で動くように。あ、また風好きなんだ。あと使ってなかったやつ、なんかこう、調査の時にいるのはちょっと使おうかな。基本床生活が好きなんで、もうダイニングテーブルって感じですよ。でもパッケージじゃないですか、いろいろと。もはや。なんでこれといろいろとこの、これじゃなくてもいいんですけど、なんかいろいろ買えば、プーケット行こうか、ロサンゼルス行こうか、いろいろはもう買って、もう車に突っ込んで、コンテナ突っ込んで、車のコンテナ突っ込んで、で、なんか、車の周りを買う。だから僕の友達はなんか、車傷つかない布団とかでやるらしいんですけど、僕はなんか、まあそこまで気にするタイプじゃないんで、パールとか、パールホワイトとかって結構塗装強いんですよ。黒だと気ぃつかなきゃいけないんですよ。パールって全然いいんで。昔1代目 Y33 セドリックグランツァリティマっていうのを持ってて、ついちゃってたから。まあいいんだよね、どうせでも洗うからっていうのもあるんですけど、そう。家の中でずっとキャンプやりながら仕事してるって感じですよ。あとはこれがね、ちょっと辛みと一緒にこの、もやしくんと、あえてくれて、ちょうどいい感じにもやしがいくと、多分いい感じの味になるんですよね。油がし、豚ちゃんの油が、なんですかね、サムギョプサルのちょっと変化系。ただその基本の公式を知ってれば応用が効くんで、それって因数分解が僕得意なんですよ。まあでも因数分解しか得意じゃないっちゃ得意じゃない。これとこれを掛け合わせばこんな感じかみたいな。で、なんか味変で、まあその、なんて言うんだろう、ポテチをかじるみたいな。うん、超便利です、ね、形は不格好で全然使いこなくない。やっぱ、テニスとか、まあ、運動と一緒に使えば使うで伝わるんで、習字の練習しつつ買うものを書いておくみたいな。で、裏はなんか習字のなんか練習したやつです。僕は習字が上手くないんで書道家じゃないんで上手くなりたいわけではなく、ちょっとお仕事が必要なので、じゃあ書いておく。それもこれもだって手肘の近くのところで買ったやつですし、まあ全部使いこなしてるっていう、全部使ってるってことです。ちゃんと使ってないもうちの中で、ね、すぐ捨てられた。僕が死んだら終わり、プラス、僕が捕まったら終わりみたいな。捕まったらもう終わらないくらいにしようかみたいな、仕上がりたいです。でも一応ね、やっぱり行動制限されるんで、ホリエモンさんとこみたいな、全部生きてるわけじゃないんで、うちは。まだまだ作りそうになってます。うちの師匠さんですね、こんにちは。ちょっと甘めで。独特ですけど美味しい、体に優しい味で。あとなんかマックとかも好きですけど、マックでも一回バンズをばらして
そのいやえいえいってやりかねないんで僕いやそれはその一手間だけでいろいろいるんですよね。一ノ城くんっていうのは僕の友達の方が知り合いがいて、彼とかは生き地って言うんですけど、僕は生き地とかそういうのよくわかんないんであんま頭良くないから、だからいろいろ便利だなみたいな、仕事で使うんでごまたくとき、届くはずの届いたんだって、手元に来てないお線香が明日の朝どうしようかなみたいな、今日全部使っちゃったから。お線香死ぬほど使うんだよね。虫3本で炊いてたけど、もまあ金屋と炊き出していい匂いするんだよお線香。今龍図香って龍がよだれを流す香っていうのが、まあマイブームマイフェイバーっていう、はあって眠くはならないけど、さっきちょっとゴロッとしたし、うちしたし、え、おうあおふて、あおふすいません、まあ僕も男の子なんだよね。草木は緑、超聞いたもんだから一人で遊んでどこまで再生されるかもちょっと気になるし歌うのはやっぱこれだな、終わりなき旅。だいたいカラオケで何入れるっていう間になんかだいたい僕の友達みんな勝手に終わりなき旅入れてくれるんで、最初だけ歌ってあとはみんなの聞きながらキャッキャしてるっていうのが僕さ、そうまくはないんで申し訳ないけど、僕はカラオケで僕の人生そのままなんで、これあトワイライトとか好きかな、やっぱトワイライトを車のレンタカーした車中泊の中で見てて、ちょうどラッドさんの仙台でやった時にお墓参り行ってラッドさんに本当これだけで遊べる。どこのメーカーこれ。超いいやつね。うん、本当安く。あ、買った。チーン。やだやだ。あった。でもパソコンとなんか iPhone 中間してぐらいですね、これ。今あの外部音声が入るようにしたんで。チーン、あ、すごいカラオケみたいになってちゃんと。はい、いますね。だからご飯食べながら。ほらカラオケしてるみたいな、なんかすごいねこれ今人生ながらこれマジうちのあの共有エリア、これ神だな。ガンみたいね、血を削ってさ上手に動かしてはまた光と影を告げて、マイクしたらやばいけどマイクしなければだすげえ体力使います。一日負けて掃除全体声で声を枯らして、愛されたいと歌っているんだよ。でもまあ今日も同じなんでね、漢字財宝作業人犯にゃーみたいな言うのか、漢字財宝作業人犯にゃーみたいな言語を見かけるって主言語的に言うのかさみたいなもんで、うまい歌っていうか気持ちを込めてるかどうかっていう、あのエクアン絶対熱いしチンチンだから、うち最終手段こいついるんで、その前のやつもいるんですけど、ノースペースのその山登り用のだったりかよっしゃということで、まあうまそうでしょこれ、ほら超便利。よし、もうちょいしんなりがいいかな。でお腹いっぱいで食べれないとしても、これでねジップロック入れとけば明日また焼けばいいんで。かもしくはこれもう冷めた時に、そのラップして、でまあ焼ける状態ですけども食えるじゃないですか。超楽っすよね。キャンプ用品マジでありがたい。僕チタン系好きですね。軽いのないですね。いや持ってくんでどっかに絶対やると、まあ、使い慣れてる方が楽じゃないですか。そうだやること変わんないんで、結局外いようが何だろうが、あのプリムス使うかどうかってだけなんで、プリムスかいろいろ挟んで、いやーでも食ったのがあったのかな。ということでこれまあいいやん、お腹いっぱいになったらとりあえず一体置いとこう、火通しとけばなんとかなるんで。よいしょ、今もう本当ねありがたいですね。お師匠さんこれぐらいでちょうどいいんですよ、量的に。あんまがっつりだと飽きちゃうんで。よいしょ、あとはこの 4XL が便利なのにユニクロさん持てる
燃え袖じゃなくて単純に超便利って基本的に利便性で生きてるんで、そうそうそう、汚れたとしたら洗濯機ポンって入れて洗うって、でダメになっちゃったらもうしょうがないからありがとうって捨てる、まあ、最悪ここ燃やせるんでね、あの火種になるってなんか無駄がないでしょ。ユニクロさんってだって全世界あるからサイズ感で覚えておけばどこでも買えるし、なんだったらオーストラリア行った時に 4XL 普通にあったからラッキーと思って、でこうやって美味しくいただけるじゃないですか、ちょこちょこ。あの僕嫌なのが居酒屋冷めちゃうじゃないですか、ご飯食べて、それだけはちょっと嫌かなって、うんうん、お腹いっぱいになってきた、まあ、これが熱いから、こうやってなんかもパン、これあるんで、うん、これもプリングス入るんですよ、ロッテンスタートが入らないんで型が増されるんですよ、矛盾体の歩き方って本物で矛盾体行きたいんで、うん、修行しなきゃいけないんですよ、ね、普段から慣れてれば下調理できるじゃないですか、枝拾ってきてここやっとこうかな、あとは明太や以上食べれるんで、今こうあるから油回し、ということでぼちぼちご飯しますみんなと日が明けて明日かな、包丁も包丁で結構いいの買ってるんで、ダマスカス欲しかったから模様じゃなくてちゃんとダマスカスで、でも女の子いいもの一回買うとなんか結構遊べます、この子とかめちゃめちゃ使えますね、皮膚希望であり、でもほぼ全部アマゾンで買えるんで、だから誰でもできるんですよ、これだってね、2、30万とかじゃないですよ、7万いくらなんで、7万円でここまで遊べるよくないです、だって一回ご飯食べて5000円とか行くじゃないですか、一人飲んじゃったらで5000円だとして、じゃあ7万円だから、まあ2号で1万円でしょ、お抱きしめたいかな、まなみちゃん思い出すな、下の名前、上は言えない、バレちゃうから誰か珍しい名字が、彼女その子は花屋さんだったかな、家がお兄ちゃんがなんか土建じゃない庭師さんだったかな、うん、元だから昔取って記念塚で食えるようになるんで、若い頃20代とか10代20代本当になんかあの物心ついてから20代30代ぐらいまではもう本当にやりたいって思うことやった方がいいですよ、お金なくてもいいから、僕も全然なかったし、本当その日暮らしだったから、なんなら女の子に食わせてもらってる時代もあるんで、でもそれが今となっては生きてくるんで、あ本当だなと思って、先人の知恵は失礼しました、いや何しようかなと思って、まあ、でもお腹いっぱいになったので一旦お仕事終了して、はい、次に向かいたいと思いますということで、最後までお聞きいただきありがとうございました。何かあれば全然ね、僕で悩み相談できる件であれば悩み相談しますし、まもしね来なくても来ないって言い方がいいですけど、うちに来たい人いれば別になんか、うん、来ていただいても構わないので、ここまで見てきてくれた方であれば、まあ、ぜひ見ていただければと思いますということで、本日もありがとうございました。すいません、またなんかあのいろはさんみたいな言い方になっちゃって、いろはさんの声綺麗なんですよね、すごい素敵だなと思うので、僕は僕で頑張っていきたいと思います。一つ前に興味ないんで大丈夫ですよ、どっちかっていうと10代から25ぐらいまで、まあ、レオナルド・デカプリオタイプ、同じ時間投資するなら若い子に投資したい方が、お互いなんか いい意味でなんかね、あの切磋琢磨できるとか、それをきっかけに人生変わるじゃないですか。年食ってくると、年取ったおばちゃんあんま好きじゃないし、そもそもあの女性の賞味期限ってあるんですよ。でもそれ調べりゃ分かるんで、お金持ちってなんでお金持ちなんですか、あの劣化する資産、いや目減りする資産に投資しないってだけなんで、これとかって一生もんじゃないですか、使いまくれば慣れてくるんで、
どこに行っても同じことできるじゃないですか、ね、あんまやる人いないんで、僕の中ではパッケージなんですよ。結局炭はどこでも手に入ります。で、このだこれ自分で設置したんで、あ、これぐらいのサイズか、じゃあアルファイドアルファードアルファードとかデルファイドは絶対入るなとかじゃあ積んでそのまま輸出できるじゃないですか、ね、っていう感じですかね。ということで、大阪の考え方と行動でこんな感じですよって、僕は特殊かもしれないですけど、はい、ということでやってみました。はい、またね、なんか逆になんか僕にやってほしいこととかできる範囲ですけど、あればリクエスト求めてますので、まあコメントないし、インスタの方の DM ないしで連絡いただければと思います。ということでね、あとなんかこういう料理おすすめですよとかっていうのもあれば教えていただけると僕はすごく嬉しいです。ということで、はい、今後ともよろしくお願いします。ぜひフォローとか、まあ、いいねしていただけたらとかシェアとか嬉しいです。コラボも待ってます。バイバーイ。じゃあね。